Made a map with all the stars, so you know you're not too far away from me. You're the night when it's my dark. The longest distance makes it hard for us to see. I've been waiting so long, I've been waiting so long, just to see you. I've been sleeping on. はい、よしおです。こんにちは。本日はですね、ちょっと気分転換に公演の中から映画のレビューとさせていただきます。本日鑑賞してきたのはメグザモンスター、 MEG ザモンスターという、こちらジェイソン・ステイサム主演のパニック映画、こちらを鑑賞してまいりました。で、前半はですね、ジェイソン・ステイサム、はい、僕らが大好きジェイソン・ステイサムに愛を込めて、この映画がいかにステイサムアクションなのか、ステイサミングアクションなのかを、愛を込めてお話しさせていただいて、後半はですね、この映画、はい、どんだけひどい映画だったのか、はたまた、このメグザモンスターっていう映画が、まあ、面白いのか面白くないのか、ネタバレ付きのレビューとさせていただきますので、どうぞ最後まで、まあ、後半はですね、ネタバレになるんで、またこの映画が面白いと思った方には不快かもしれないんで、鑑賞しなくてもいいです。前半は、劇場に足を運べるように、このステイサミングアクションがいかに素晴らしいものなのかっていうのを踏まえてお話しさせていただこうと思います。ではよろしくお願いいたします。メグザモンスターですね、はい、これは、この間も YouTube の動画でちょっとあの深海の探索、まあ、深海の神秘っていうことで、ね、あの動画を出させていただいたんですけども、人間はですね、人類この地球、はい、地球の 30% が地表で 70% 以上が海なんですね。で、この海っていうものは人類はまだ11,000メートル、はい、こちらの地点マリアナ海峡の、こちらチャレンジャー海淵というところが一番の最深部にあるところなんですけれども、こちらよりものすごく深い深海が発見されたっていうところがこの映画の肝になってきます。で、その深海の中にはまだ僕たちがですね、見たこともないさまざまな魚や深海魚、そしてなんと太古の昔に全滅したというメガトロンですね。メガトロンなんだっけ、サメのすげえでっかいのがいるっていうことで、それが出てきちゃうんですよ。で、このサメなんですけれども、まあ超巨大生物、これがもし地表に出てきてしまったら超大変なことになるわけですね。まあ人は食うし、まあ船よりもでかいんだから、そんな船よりもでかい、サメとですね、超巨大なサメと、ステイサムが戦うっていう物語であります。で、なんで僕がこの映画をですね、劇場に足を運んでも見たかっていうと、一つの写真がまるでステイサムが超巨大サメにですね、飛び蹴りをかましているようなシーンの撮影があったんですね。こんな B 級のすげえ大作の映画、映画館で見るしかないと思って見てきたんですけれども、まあ、ただのパニック映画でした。ただ、面白いのは、いちいちジェイソン・ステイサムがかっこいい。いちいちジェイソン・ステイサムが服を脱ぐ。いちいちジェイソン・ステイサムが裸を見せる。このステイサムファンの方々は、この映画の、ジェイソン・ステイサムのかっこよさにですね、心を惹かれることでしょう。それがこの映画の全てでございます。もうサメとかね、どうでもいいんですよ。サメとかどうでもよくて、ジェイソン・ステイサム、トランスポーター、エクスペンタブルズ、さまざまなアクション映画、まるでこの人は映画を選ばないのか、うん、映画を選ばずにどんどん出ていってくれる。どんな B 級の最低の映画でも、この人が出ることによって、ちょっと A 級のアクション映画に変わるっていうところが素晴らしいところですよね。で、そうね、前半のお話は本当に見どころが、まあパニック映画なんですよ。要するに昔ながらのジョーズとかにインスパイアを受けて作った作品なんで、ただね、このメグザモンスターって映画は20年だって。この映画を作ろうと思ってから20年後にやっとできたっていうから、どんだけすごいものか。ただね、最近の映画っていうものは中国資本なんですよ。昔ってさ、
映画ってこうハリウッドの大作とかもいちいち他の国の資本を受けなくても作れたんですね。ただお金が今はないから映画界ってちょっと心配な深刻な問題がありまして、アメリカの中だけじゃ映画が撮れないんです。中国とかインドとかいろんな国から、お金持ちの方に資本というかこう援助していただいて映画を撮ることになるんで、今回も最初のオープニングが出てくるように、中国資本の映画になります。なのでほとんど中国撮影なんだよね。中国撮影って言うから変だけども、中国人を必ず出してくる、で中国人をよく見せるみたいな感じの映画になっちゃってるんで、でその辺を踏まえて、まあ、いちいちいらないシーンが多いんだけども、ステイサムのかっこよさは健在です。俺に任せろ的な感じのステイサムのかっこよさは健在なので、まあ DVD が出てまた大きい画面で、まあ、MX4D とかまではいかなくてもいいんじゃないかな、そんな感じの印象を受けました。前半はメグザモンスターステイサムの愛の込めての、動画レビューになりますんで、そうね、他に話すことあんまりないかもしれない、ただね、サメの怖さとかその深海のこの水の中でのさ身動きの取れない感じで、そういうのはねちょっと恐怖を感じることができた。で役柄っていうか俳優さんたちも結構いい人が出てて、まずジェイソン・ステイサム主演じゃないですか、ルビー・ローズ最近よく出るよね、これ、なんだっけ、トリプル X とかにも出てきて、結構かわいい入れ墨タトゥーがかっこいい女の子ですね。で、中国の方がいて名前読めないね。でレイン・ウィルソン、ジェシカ・マカナミ、クリフ・カーティス、ロバート・デイラー、ペイジ・ケネディ、ウィンストン・チャオで、僕が大好きマシオカ君、はい、メガネをかけた、まあこれ日本渋谷区出身の方なんですけども、ドラマのさヒーローズっていうドラマに出てたメガネのちょっと小太りの男の子なんだ。これが最初の方に出てきます。はい。で、オラフル・ダリ・オルフソン、グレン・レビー、アンドリュー・グレインガール。あんまりこう、ヒットしてない方も出てるんだけども、まあ、ステイサムが出れば、どんな映画もステイサミングアクション映画に変わるっていうことで、もしこういうパニック映画、サメの系の映画、好きな方は見に行ってみてもいいんじゃないでしょうか。はい。じゃあここで前半の愛を込めてのレビューは終了とさせていただきます。ここから先は後半。どんだけのひどい映画だったのか、まあ B 級だからしょうがないんだけども、それを面白おかしく話していきたいと思うんで、この映画に、思い入れがある方はこっから先見ないでください。はい、後半。ですね、まずネタバレなんですけれども、サメがちょっと小さすぎなんですよ。で最初に出てきたサメなんですけども、メグザモンスターね、これはまあ深海だからさ、その巨大生物ってまだまだいるとは思うんだけども、もうその時点で多分もう一匹出てくるんだろうなって俺は思っちゃったんですよ。もうネタバレどんどんいくからね。でまずちょっと中くらいのサメ出てくる。でそれの伏線が、途中でですね、その地下施設の中から外が映るんだけども、そこで、クジラの親子が出てきます。ちっちゃいクジラがいて、お母さんクジラがいて、この2つのクジラが、まあ、大きさが大小違うわけじゃないか。それによってこのメグね、メガトロンっていうサメ、でっかいサメも今戦ってるのはちょっと中くらいのサメ、その後に大きいサメが出てくるんではないかっていうのがもうすでにそこでバレバレになってしまいます。多分もう一匹でかいのが出てきた時にさ、すんげえ驚きって多分必要だと思うんですよ。その驚きがなかったからちょっと俺途中で少し眠くなってしまいました。ただ、ステイサムが出てるんで最後まで見れるっていう感じで、いちいちね、いらないシーンというか、なんだろうね、多分ヒロインがまあ中国人の女性なんだけども、この人の演技がなんかあんまり上手くないんですよ。だから無理やりこう中国資本だからこの人を売りにしてヒロインにしたみたいな感じになっちゃってるんで、こうステイサムとのこうラブシーンとかはないんだけども、こうちょっと好きかもみたいな、そういうシーン全部いらなかったですね。逆にステイサムはガチムチの、ゲイ役でも良かったかもしれない。ですごいアクションができる、救助のプロみたいな感じで、サメなんだけど、まあ、最初のサメもそうなんですよ。で途中から出てくる超巨大なサメもそうなんだけども、ポスターにあるような巨大さはないんですよね。なんかね、どうしてもちっちゃく見えちゃうのかな。これは撮影の方法なのか CG の
具合なのかわかんないんだけども、もうこんなの倒せないじゃんっていう感じの敵ではないんですよ。だからいまいちね、恐怖感がないというか、ステージ様が主人公なわけじゃん。だから多分助かるんじゃないかなって、もう助かるでしょっていうか、他の人はみんな結構どんどん死んでいくんでしょっていう感じなんだけども、ステージ様はやっぱり死なないじゃない。これが例えば A 級の映画でもしステージ様が急に亡くなっちゃうとか、そういう感じだとびっくりするんだけど、もう最後まで生き残ること前提で戦ってるから恐怖感がまずないんです。でサメがね、シーンごとにちっちゃかったり大きかったりするのね。あれこんな大きかったっけ、こんなちっちゃかったっけってことがあるんで、こうリアルになんかもう作り物を見ちゃってるっていう感覚にどうしても陥らざるを得ないパニック映画になっちゃってるんですよ。で最後の方も、こうもちろんね、地表というか浅いところにそのサメが来ちゃうわけですよね、そのでっかいサメが。で、海辺の、なんていうんだろう、海浜公園みたいなところで人がもうさ、バカみたいにもう超大量、まあ芋洗いのように泳いでるんですよ、中国人がね。もちろん中国なので、そこに出てくる中国人たちも、もう可愛い子も一人もいないみたいな、みんな食われてしまいとその瞬間に思っちゃうような状態なんですよ。でアイスを持った子供がお母さんに泳ぎたい泳ぎたいって言ってるシーンもクソ可愛くないんですよ。もう本当にこんな子供をなんで使うのっていう可愛くない子供が出てきて、アイスを持ったまま海の中に行くんだけども、普通だったらさ、可愛い男の子とか女の子だったら助かってほしいなとかすごい思うじゃないですか。食われちゃえばいいのにっていうね、心理が僕の中に込み上げてくるんで、サメを応援してしまうんです。でそのサメがもちろんこうさ、その泳いでる何百人もいるその海辺に行くんだけども、浅いじゃない、海ってさ浅いんですよ、そこね。そんなに深いわけはないんだけど、でサメからの視点で結構やっぱり浅いんですよ。でもサメのそのメガドロンっていうそのさ、でっかいサメはさ、見た感じもう多分そこに行ったら打ち上げられちゃうみたいなところなのね。なのでここを泳げないでしょっていうところで襲い出すのね。でそこにいる、まあ例えば泳いでる人たちを片っ端からバクバクともう丸飲みにしていく地獄の絵図が出たらもうすごいなと思ったんだけども、それもあんまりなくて、こう人がワーキャーワーキャー逃げ惑う中をサメが追っかけてるみたいな。でその少年、ちっちゃいね少年がアイスくわえてて、多分それも危機一髪のシーンなんだけども、別に助かっても どっちでもええでっていう感じだから、食われちゃってもいいよって思っちゃってるんで、ドキドキしなかったんですよね。でもちろん最後の方でステイサムはそのサメと戦うんだけども、これ潜水艦ね、すごい多分進化した潜水艦で、水の中をもう飛行機のように飛ぶ潜水艦があるんだけども、これって実際にあるものなのか分かんないんだけども、生身のさステイサミングアクションは見たいんだけども、乗り物に乗って戦うステイサムだとこれってただのアクション映画になっちゃうんだよね。だからちょっと物足りないなっていう感じでしたね。なんか一難去ってまた一難、また一難っていう風にどん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 次から次へと恐ろしいもの、まあ最初の方でちょっと巨大なイカとか出てくるんだけど、それも一瞬で終わっちゃったけど、深海ってさ、メグザモンスターっていうくらいだからさ、もう例えば1万1000メートルもそこの中に入っていくわけじゃない。次から次へと恐怖のモンスターが襲ってきて、それに対してステイサムがバッタバッタと戦うような、まるで、テレ東のですね、あの時間帯にやってるテレ東大好き人間の方が喜ぶような、パニック映画に仕上がってたら、これは最高の B 級映画として見れたんではないでしょうか、はい。なので面白くもつまらなくもなかった感じかな。まあ、DVD で出てて、TSUTAYAとかなんかにあって、お、なんだ面白そうじゃんって借りてきて家で見るんだったら最高の映画かもしれない。劇場まで足を運んで楽しみに見る映画だとちょっと1800円払うのもったいないかなと思いました。で僕は次にやるプレデターも楽しみだし、そうね、アントマンワスプもまだ見てないんで、アントマンはちょっと友達と約束してるんで、時間が合う時にこれから先に見に行きますけども、はい、まあちょっとそんな感じですかね。
あとね、そう、ちょっと動画なさいのに、キャサリンがね、また家の中で転んだんですよ。頭ぶつけて、ちょっと具合悪いんで、ちょっと心配ですね。はい、それでは、本日の映画レビューはこのくらいとさせていただきます。で、映画のレビューの最後にちょっとこう、今日帰りにですね、ゲオでですね、買っちゃいました。何を買ったかというと、はい、ちょっとここで久しぶりにプレイステーションレビュー、はい、プレイステーション4のこちらですね、スパイダーマン、はい、スパイダーマンっていうオープンワールドゲームですね。これなんと素晴らしくて、ニューヨークの街がそのまんま、はい、ニューヨークの街がそのまんま丸ごとリアルに再現されている中をスパイダーマンになりきって映画のようなアクション、また映画のようなストーリーに沿って進んでいくっていう最高のマーベル作品のゲームで、オープンワールド、ニューヨークを縦横無尽に駆け巡れっていうゲームなんで、こちらも楽しんでいきたいと思います。はい、たまにはこんな感じでですね、公園の中から人はいっぱい通ってるんだけども、公園の中からですねレビューをさせていただくのも、涼しい季節だったら、気持ちいいんではないでしょうかっていう感じです。よしおブログ、本日は映画のレビューとさせていただきました。ミッションインポッシブル、この間見たんだけどもレビューしてないですか。今日はしません。このチャンネルが面白かったら、高評価、コメント、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。これから先もいろんな映画やっていきます。映画のレビューは時々撮らさせていただきますが、はい、面白い映画があった時皆さんにお伝えできるように一生懸命喋ります。ただちょっと詳しいことは話せません。事前に調べたりとか何もしないし、監督さんの名前とかも覚えてるやつは話すけど、この映画とこの映画がどういうふうにつながってるかっていう話とか、そういうめんどくさいことを話さないで、個人的に簡単にパパッと思ったことをレビューする、簡単なレビュー動画とさせていただく方が僕も喋りやすいんで、はい、そんな感じの動画となればいいと思います。では本日もお疲れ様でした。あ、ちなみにですね、今日水曜日なんだけども、水曜日本当は、YouTube 休みなんですよ。だけど今日動画は上げて、明日ちょっと友達にですね、渡すものがあって明日ちょっと出かけなきゃいけないんで、明日 YouTube の動画休みとさせていただくかもしれません。はい、もしかしたらなんかどっか飯でも食った動画かなんかあげるかもしれないんだけども、今日はもう時間的にちょっとこう夕方になってきてるんで、このまま帰ってですね、はい、ちょっとジムに寄った後にスパイダーマンでもやってお休みとさせていただこうと思います。ではお疲れ様でした。Just got me feeling so high.